皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは、教室の先生が対面でレッスンができない場合のオンラインレッスンの進め方についてお伝えしていきたいと思います。対面のレッスンっていうのは、その外部の環境によってですね、できる時とできない時とかが出てくるケースがあります。例えばそれが、地震とか災害であったりとか、あとは、最近のところで言うとコロナウイルスっていうような形で自宅待機せざるを得ないことで、先生ももちろん外に出ていけないし、生徒さんも出ていけないということで、対面のレッスンができない場合でも、例えば全くレッスンの需要がないかといえば、逆に家で、すごく時間が増えてしまって、まあ不安な気持ちであったりとか、メンタルの部分を支えるっていうところでも、ある程度エンターテインメントとか、あとまあそういう支え癒しとかっていうものを、まあ、食べるものがある程度確保できてればの話になりますけれども、そういうものを求める人たちもいらっしゃいます。ということは、先生業の人たちっていうのは、どういう使命を持ってるかっていうと、もちろんその楽しいと思ってもらえることとか、そういうことのために、まあ、教室業をやられてるっていう先生が結構多いと思うんですよね。でそういった場合に届かないっていう社会的な環境の、タイムラグというか、物理的な要因を少しでも緩和するためにっていうことで、やはり取り入れてほしい、考えてほしいっていうのが、まあ、オンラインレッスンなんですね。で私の場合には、教室業当初の頃からですね、パンはやってました。で当初ほとんどパンの先生がオンラインっていうのをやってなかった。8年前、9年前の時点で、今は Zoom っていうシステムありますけど、 Skype っていうシステムしかなくって、それでパンを教えるっていうことを試しにやっていたりとかしていて、オンラインは割といち早く注目をしていて取り入れようとしていた経緯があります。当然その経緯があるということで、私がいろんな授業を起こす上で、まあ、その動画ができる知識であったりとか、それをハンドリング知識する知識、あとは、そちらの方をですね、うまく上手に扱っていく知識技能っていうのは、常に、見てやっていたんですよね。でそれは、コンサルタントになっても当然その動きはやめないでやっていましたので、基本的にはオンラインで、セッションをする、セミナーをやる、あとは動画を作って販売をする、あとは会員制システムを作る、まあ、このあたりは中心に私がよくやっていた内容のものです。で今回お話しするお話が、オンラインレッスンですね。まあ、それをじゃあいきなりオンラインって言われてもどうしたらいいのよっていう方多いと思うので、そのオンライン講座を作る時の注意点ですね。細かい話をし始めると1時間とか2時間とか経ってしまうので、今日はその初級編ということで、ざっくりこういう感じの部分が必要なんだよっていうのを知ってほしくって、一応フリップにまとめてみました。はい、こちらですね。はい、オンラインレッスンどうやるのっていうことで、まずリアル開催と、録画視聴ということで2つあって、それぞれの、メリットとかデメリットとかもありますので、それをちょっとお伝えしていこうかと思います。まずリアル開催の、メリットっていうところで言うと、時間場所、全国っていうふうに書かれてるんですけれども、時間は確かにリアルで開催するので縛られはするんですけれども、その時間っていうのが要は交通費的なもので、移動の時間とかはない状態で、例えば私のクライアントさんもよくやってますけど、10時半とか11時スタートって言ったら、その画面の中に入る、オンラインの中に生徒さんが入るっていうのは、ぴったりの時間でもいいわけですよね。で要はその間家でずっと準備とかなんかしてたりすることができるので、そういったこう時間っていうものの縛りがかなり減るっていうところの、効率的にもすごくいいっていうことがまず1点と、あとは場所ですね。全国規模で開くことができますので、証券が一気に広がります。通常教室業っていうのは地元密着っていうことでずっと従来型やられてましたけれども、オンラインであれば、
証券は全国に広がるので、その先生の講座を習いたい、魅力的な講座が作れているのであれば、基本的にオンラインっていうことでむしろ売り上げが上がる可能性があります。地元の人しか来れなかった人たちが、例えば新幹線とか飛行機を使ってっていうことで、実際私も昔パン教室に来てくださってた方たくさんいましたけれども、その料金が減るっていうだけでも受講のハードルがものすごく下がります。ですので、そういった場所が証券が全国になるっていうのも一つ大きな魅力になると思います。でデメリットがですね、環境っていうことで、これは私も実際にやっててですね、パンの時一番苦労したかもしれないことです。というのがスカイプレッスンをなぜやめたかっていうと、当時のスカイプっていうのはウェブの環境が良くない方に対しては通信の、状態が重たいシステムだったんですね。重たいシステムっていうのはどういうことかっていうと、パンを教えてる最中に生徒さんが画面から消えるということなんですよ。それを気がついたのを教え始めて分かったんです。私は常にウェブの環境は、まあ割と可能な限り遅い環境が嫌いなので、料金も上げた状態で早めのこう通信速度ができるような契約とかするタイプなんですけど、一般の方って別にそんなことを気にしない時代だったんですよ当時。なのですごくこう画像と映像で話しながら伝えていくっていうことをやっていると、パソコンのスペックが悪いとか、あとはその通信の環境が悪いということで生徒さんが落ちていなくなっちゃうんですよね。落ちていなくなる。ですのでそれが一番結構ね、大変でした。あと医師っていうことでコミュニケーションのところなんですけど、パンなんで実際にこう整形とか見せながらやるんですけどね、やれないことはないんですけど、丸め直しとかっていうのを見せて、実際に貼らせるように貼らせるようにっていうのを伝えて、手をじっと見せてもらって、で相手もねウェブのカメラの状況そんなに良くなかったりすると、それをこう伝えるっていうこのもどかしさなので、おそらくなんですけど、このあたりを上手に伝え切るっていうことは先生のコミュニケーションスキルと、あとは教える能力のスキルが対面よりもさらに求められるのがオンラインレッスンだなっていうのは以前から感じているところでした。なので環境とこの意思の疎通、伝達、伝えることですね、このあたりが非常にこう難しくなってくるっていうのがオンラインシステム上でのレッスンのね、デメリットかなというふうに感じてます。で、もう一個のシステムっていうか、もう一個の手法として録画し視聴っていうねシステムがあります。要は自分はしっかり ちゃんと準備して、かっちりその撮った動画を全部揃えた状態で販売していくっていう、まあ知識とかを売っていくのがまあメインになって、まあ場合によっては会員制みたいな形にして、その質問とかをフォローアップするっていうのがまああったりはするんですけど、まあメリットはとにかく1本作れば多数に教えることができるということで、まあ1本のイニシャルコストがどれぐらいかかるかにもよるんですが、安く売るんなら多分安く作って大丈夫だと思います。自作レベルでも多分大丈夫です。で自作レベルでも、例えば自分の時間は使うのかもしれませんけど、自作レベルで例えば売るのがね、セットで5000円とか1万円とかだったとしても、100人に売れれば100万円ですから、価格設定というのは非常に悩ましいところはあるんですけれども、自作で安い金額で売るっていうことであればそれで問題ないです。ある程度しっかり通信講座っていう形の見せ方でしっかりしたものを作りたいっていうと、まあ私も一本作ってるのはありますけれども、やっぱりプロの手を入れて、照明ちゃんと入れて、テロップ入れて、システムに構築してもらって受注できるような内容にするみたいなところまでやると、やっぱ50から100は普通にかかってしまうので、そのイニシャルコストをなるべくかけないで多数に売れるっていうのが、録画系の動画の、オンラインレッスンのメリットになるので、ただあまり、これを力入れすぎると作るのに半年とかかかっちゃいますんでね、立ち上がりが遅くなる可能性があります。はい、私も3ヶ月かけて日程合わせて、で本数30本近く取ったのかなっていうやつを取った時に、やっぱり半年で、ね、3ヶ月4ヶ月5ヶ月ぐらいかかかって仕上げていったので、お時間とお金がかかりやすいのが割とこっちですね。でデメリットがですね、これ結構見落としがちなデメリットなんですけど、継続っていうか、モチベーションを保たせるっていうのが自分が入ってないので結構大変なんですよね。
長いバージョンのものだと。それはやっぱりなんか会員制構築した方がいいなっていうふうに思っていて、やめちゃったりとかしません？よく。皆さん。私は割と意志強い方なんですけど、それでもやっぱりオンライン講座何本最後までいけなかったのあるかな？15本とかのセットだと10本ぐらいで終わったりとかですね、下手すると3本くらいで終わっちゃったりとかする時とかあったりしたんですよ。だから多分継続しないと次には買ってくれないっていう、あの人の教材いまいちだったよねって言って買ってもらえない感じがあるんで、その売り切りで分かりやすくって低単価でスパンとかって終わるみたいなものの方が、もしかしたら次も次もって買ってくれる可能性が高いですね。長編のしっかりしたものをドンって作ると継続しないと次買ってもらえないので、そのあたりが結構ね、悩ましいなというふうに感じている点です。はい。ですので、こちら2つあるとしたら、急にすぐに作りたくってやりたいって思うなら、手っ取り早いのはこのリアル開催の方です。ところがですね、このリアル開催が手っ取り早いとはいえですね、ハードルがそこそこあります。ここに書いてある必要なスキルです。これ案外できない人にとってはいきなりな感じでハードルが高い内容になってます。パソコンを割と触っていて、スマホも割と触っていて、割とウェブがそんなに嫌いじゃなくてっていう人はすぐに開催できます。私のクライアントさんが割とここをすぐに開催、できているのがですね、動画をもともと扱ってくださいっていうのが割と必須な感じなんですよ。私のコンサル生さんの方っていうのが。前からもうずっと、2年とか3年前からずっとお願いしてるので、動画に否応なしにも慣れてもらってると、この導入はまあまあ割としやすいんですよ。だけど動画もやってません。環境も整ってませんっていう方はゼロからになるので、なかなかハードルは高いですけれども、もしもここら辺をやりたいと思ったら、絶対に知っててほしい内容なんでお伝えします。まず必要なスキル、ウェブスキルね、まあ一言で言っちゃうとあるんですけど、ウェブスキルっていうのが、まあ、パソコン、ノートでもいいし、デスクトップでもいいんですけど、要はそういうリアルのオンラインレッスンを、開催する、このチャットシステムアカウントっていうのを取っていかなきゃいけないので、Zoom とか Skype とか Google Hangout とか、まあ、いろいろあるんですけれども、それをこう理解して使っていくっていうスキルが必要なんで、もうウェブが苦手すぎてダメですっていう方は相当つらいです、これは。はい。教わってやってなんとか見よう見まねで頑張るっていうことができるのであれば、まあまあいいなっていう感じになります。で、同時にですね、スマホとか、あとタブレットですね、この辺りも本当は持ってて、扱える方がいいです。パソコンだけじゃなくて。なぜかというと、このリアル開催のオンラインをやるときに、皆さんがパソコンからだけしかアクセスしないとは限らないんですよね。パソコンとタブレットとスマホ、特にスマホが多いです。で、スマホでどういうふうに扱っていくかっていうのを講師がレクチャーしなきゃいけないので、講師側のスキルっていうのが、教えることのスキル以外に、そのオンラインシステムを動かしていく開催者としてのスキルが必要になってくるので、当然相手の人がどんな環境でっていうのを分かった上でアドバイスしないと、その先がないんですよ。だからパソコンが苦手すぎる人は、まずパソコンのスキルとか、スマホを扱うスキルとか、そのあたりをやっていかないと、オンラインはかなり厳しいと思います。で、さらにですね、そのカメラ、ウェブカメラ、もともとパソコンに内蔵しているものもあります。で、外付けのものもあります。ただ、お料理とか割と手元見せたりとか、しっかりこう分かりやすいレッスンを構築したいと思うと、そこそこ解像度が高いいいカメラの方が、いいです。ぼやぼやした見た目の画質も悪いと、見てる方がすごいストレスなので、私5回買い替えてるんですけど、最後に買ったのが大体9000円ぐらいのカメラになってます。安いのは2000円とかもあるんですけれども、画質が良くないとレッスン受けてる時のストレスがたまるので、仕事としてやりたいならパソコン内蔵とかじゃなくて、外付けのちゃんと見栄えがいい、見栄えっていうか、見て分かりやすい画像になるようなウェブカメラが必要と思います。あとマイクですね。
もちろんウェブカメラ高性能だとそこにマイクくっついちゃってる時とかもあって、それで済む場合はいいんですけれども、マイクもそこそこちゃんと声を拾ってくれる広角タイプの音を拾うマイクの方が、聞いてる方がストレスがないです。先生の声が聞こえにくいっていうことで、これまたストレスになったりすることもあるので、内蔵マイクでもいいんですけども、できれば外部マイクがある方が綺麗に整っていきます。で、あと参加人数が増えてくると、ウェブの負荷がかかってくるので、最低でも講師のインターネット環境はその時の家でできる、要は私の場合とかだとマンションなんですけど、一番早くアップロードダウンロードできる、プランに契約しています。で、さらにもっと早いのって、私が希望して戸建てプラン、それあるらしいんですけど、ビジネスプランっていうのが、マンションには入れられませんって言ってあげられないのがちょっと残念なところです。例えば私が事務所用の家っていうか場所を借りたら絶対にそれ入れます。それぐらい早い方が重たいシステムとか皆さんのね状況に耐えられるので、画像を扱うっていうのが割とそういうところになってくるので、ウェブのスキルが案外必要になるので、私が感じている部分で言うと、そのどういう中身でどういうものが伝えることができるかっていうことをさることながら、ここら辺が上手にできないと、結局参加者の不満足を招くことになるので、ここのスキルはそこそこ必要になってくる。要はデメリットであるコミュニケーションをちゃんと取れる能力も持ちつつ、これで運営をしていくっていう形なので、決して優しいものではないです。だけれども、どういう考え方をしたらいいかっていうと、ゼロになるよりはいいですよねっていう考えになるんですよ。結局対面しかできないっていうことで、対面がじゃあできない社会環境になったらどうしますかっていうことですね。結局その人間の進化、生物の進化っていうのは全部そうなんですけど、環境に合わせて柔軟に変えていくことができるという人だけがちゃんと生き残れるっていう、そういう感じですね。生物の進化もそうなんですけど、だからその際に、生き残りたかったら必要なスキルを身につけるしかないし、生き残んなくてもいいっていう方は変なんですけど、要はやれないとかやりたくないっていう選択肢を持ってる方は、その選択肢で全然構わないと思うんですよ。ただ、それで例えば予約が取れないとか人が来ないっていうことで教室自体が廃業になるケースだって当然あります。で、私がなぜこの話を声を大きくして言ってるかっていうと、私がもともとコンサルタントになると決めた時の時代背景っていうのが、2010年とか2009年とかだったんですけれども、いろいろなことありました。社会情勢的にね、リーマンショックであったりとか3.11のことであったりとか、いろいろあったんです。そうすると、その環境ごとにいつも大きくね揺れて廃業していくようなタイプの先生っていうのは、その時代の変化に合わせた、集客ないしは教室運営ができてない方はみんなそうなっていく。一番大きな変化はインターネットの普及ですね。第1次の時の淘汰されちゃったのは、要は口コミとか、アナログで人のつてだけを伝って教室を作ってた先生は、その時結構廃業してるんですよ。その時に慣れないけど、もうがむしゃらにウェブの知識をなんとか覚えて生き残ってる先生は今でもウェブができてます。それで救われてるっていうことですよね。だから今第2次の波が来てるような気がしていて、オンラインの今度スキルを身につけないと淘汰される、そういう非常事態の時にリアルじゃない場合にっていうことで、やはり廃業される方がいるんじゃないかと私は思っているんですよね。その先生のスキルがどんなに素晴らしいものがあっても、それを習う機会を作ることができないのであれば、要は生徒さんがそこに行くことができない、先生もここにしかいないとなると、それは結局対面でしか無理っていうのがダメな環境の時にはゼロになりますから。それで結局体力が持つ先生は大丈夫なんですけど、持たない先生はやっぱり廃業の道を選ぶことになるので、あの時の雰囲気とすごく似てる、また淘汰されちゃう時が来るっていうことですね。私はそういった先生、スキルがあっても
生徒さんに喜ばれても、そこに教室があるっていうことが知られないがために廃業していく教室を見てきてたんですよ。本当に。だからそれを救いたくて、もともと私はコンサルタントになるっていうのを決めて、でコンサルタントになるからには自分の教室をちゃんと回すっていうのを決めて、まあ、それで6年間回したわけですね、教室の方を。だから今度はどういうことになってるかっていうと、オンラインとかウェブ上で展開できるレッスンを、提供できるスキルがないと今後残っていくのは難しいとはっきり断言できます、現状ですね。で、その段においては苦手とかっていうのはもう関係ないっていう感覚で割り切っていただくしかないんですね。苦手とか言ってる状態で生き残れれば何ら問題ないんですけど、ダメな時はね、ダメなんですよ。結局アナログの先生でウェブを覚えなかったから廃業したんですね。それがあれば知ってもらうことができて、生徒さんが来ることができて、それで続くことだってできたのに。とか、あとは先生業としてだけの収入ではダメでっていうことで、パートに行くとか、派遣で働くとか、そういう先生の相談も受けてきました。本当はそれ一本でやりたいのにって言って、でもなぜ集められないかっていうと、ウェブをきちんと扱ってなかったからなんです、その方たちっていうのは。だから自分が叶えたい思いと夢と届けたいスキルがあるのであれば、苦手は克服しませんかっていうのが私が今伝えたいメッセージなんですよね。苦手の克服っていうのはかなり重たいんですよ、ウェブのスキルを覚えていくのって。だけどどこかで覚えなきゃいけないんだったら、まあ、今なんじゃないのかなっていうふうに思っています。それを逃げるとまた同じような事態になった時に、その時にまた苦しむことになるので、どこかでクリアしなきゃいけないんですよ。その時にはもうね、問答無用っていう感じです。で、私は問答無用になる時期に覚えるのが嫌なので、いつも先へ先へって言って、だいたいその世の中がそういう状況になる3年前から5年前に、だいたいそういうことを手をつけてやっているっていうことなんですよね。で、その時あまりマニュアルとかもないし、いいシステムもないのに無理やりやるので結構大変なんですよ。環境が整ってからそれを身につけることができる皆さんっていうのは、結構そういう意味ではラッキーだと思います。だからその流れに乗っとかないと、もっとみんなが普通に扱うようになってからやると結構毎回苦しいんですよ。毎回です。いろんな事象が全部そうなんです。動画来るよ来るよって言ってて、教室の先生にはもう4年前か5年前ぐらいから私ずっと言ってるけど、本気でちゃんと取り組んでくれた人は多分3%以下です。今になって皆さんやってますけれどもね、その段からやってたら全然余裕だったはずなんですよ。今はものすごいですよ、動画もクオリティがめちゃめちゃ上がって、かなり頑張って動画上げないと動画目立たないし、見つけてもらえない時代になっちゃいました。インスタグラムとかも最初のうちは綺麗な写真ちょっと上げてれば見てもらえてたんですけど、今綺麗な写真が多すぎて、全然見てもらえない状態。もっといっぱいいろんな工夫が必要になっちゃったっていうのもインスタグラムですし、あと写真そのものもそうです。カメラの性能は上がる、スマホの性能が上がる、皆さんの知識が上がり、腕が上がると、ちょっとした写真ぐらいだともう目立たない。そして下手な写真を撮っていると、それだけで壊滅的に、集客ができなくなっていくっていう感じが今の写真。文章もそうです。苦手だからといって書いてないと、どんどんそんなの勉強して上手に文章を書ける人が山盛りになってくると、見てももらえなくなる。え、教室業ってそんなに大変なの？って思う人いるかもしれないですけども、時代が変わったんです。どう変わったかっていうと、需要と供給の関係です。10年とか15年前は教室が少なかったので、ちょっと言葉は悪いんですけど、あんまり大したことやってなくても、そこに教室があるだけで人が通う意味があったんですよね。今って教室がものすごく多くて、選びたい放題になっちゃったから、その中で選ばれないといけないから、今言った技能がないと見つけてもらえなくなっちゃったっていう、それだけのことなんです。先生のスキル自体は、ものすごくできる人で、そういった周辺の集客の知識がない方と、そこそこのスキルなんだけど、その周辺の内容をきちんと手厚くやれてる先生だったら、どっちの方が人が集まるかっていうと、残念ながらこっちの先生の方が集まっちゃうんですよね。
だからその時その時の社会情勢と環境に必要なスキルを身につけるっていうのが絶対的に必要で、特にこの2020年のこの大混乱のこの時期には絶対的にやっぱりオンラインをやっていくだけのスキルを苦手でも何でも続けていきたかったら覚えるしかないっていう、そういう感じです。だからこれスタートが遅ければ遅いほどもっと大変になります。なぜならまあみんなができちゃってる時に後から参入することになるから、その分の、プライオリティがこの人たちさらに上がってますのでね、そこを抜かさないと見てもらえないっていう現象になっちゃうのは今までのいろんなツールの全ての内容と全く一緒です。だからちょうど今皆さんがねこう同じようなスタートラインにわさ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 立ってる。でその時に躊躇なくパーンってよしやるぞってやれるか、あとはなんだか難しそうだし私できないし知識わかんないしって言ってて尻込みして止めてしまってるのか、ものすごく大きな違いが多分後々3年後ぐらいにすごく出てくると思います。はい、なので今日はちょっとね熱く語っちゃいましたけど、最近注目のオンラインレッスンですね、このまあ初級編っていうことで概要、全体概要ですね、分かってほしいなと思ってお話をしました。まとめると、まあ、オンラインレッスンをねどうやっていくのかっていう部分で、まあ、必要な3要素ですね。まずリアル開催の場合のメリットとデメリット、あと録画視聴タイプの、オンラインの販売ですね、これのメリットデメリット、あとそのためにはどんなスキルが必要なのかっていう、この3点は最低限押さえていっていただいて、なるべく早急に取り組んでいただけるといいなというふうに感じておりますので、ぜひこの機会にご検討してみてください。それでは。